イゴール先生はカムチャツカのペテロバルスク市出身で、元はロシアのソビエト社の海軍の潜水艦の水軍だったとします。自分の曽祖父は日露戦争時の騎馬隊の隊長だったそうで、昔の写真を横にして今でも見ています。今回は明治神宮参拝、それから日本のいろいろな伝統的な場所を回りまして、日本の古墳というのはどういったものかというのを非常に興味深く観察されています。